奇境門、貴郷貴境門は、貴郷家の多年草である貴郷の花、葉、茎を図案化した、日本の家門の一種である。植物としての貴郷は、秋の七草の一つにして、平安時代の万葉集では、朝顔の名で読まれている。また、丘に咲く新層という意味で、丘止めしともいい、時氏が本拠とした、時の地名はこの、と時の咲くところから生まれたという説もある。奇境門は、 時役五郎の水色の笠吹ふき流させという太平記の記述が文献上に初めて現れる。この水色の笠吹ふき流させというのが気境を表す。明智光秀が仕組んであった織田信長を討ち、光秀が橋場秀吉によって滅ぼされた後は一時裏切り者の家門と認識されるようになり、水の勝成ははばかって掛け坂な門に変更している。 使用家は、特に、と氏と、その関係の一族や生は源氏流の士族、加藤氏、脇坂氏などが用いた。気境は、と氏、明智氏、平氏、山城氏、沼田氏、加藤氏、それに丸を加えた、丸に、気境は、妻木氏,氏、岡氏、沖村氏、細身の花びらの大田義経、丸に細木経は、大田道館ら大田氏が用いた。とき義は、 江戸時代に貴境から派生したもので、主に、時市、明智市、日田市、宇流市が用いた。船木市や土田市など、時市に関係する一族が、生命義境を貴境門の代用として用いている。下級武士での使用例には、組合各に貴境の坂本龍馬が知られる。龍馬ら坂本家は、明智光秀の娘婿であった、明智光春の子。 明智太郎五郎を先祖としていることから用いている。時卑怯、姓は源氏系で、時史初代となった、時光章は自称、樹影の乱の時代の人物で、鎌倉幕府の成立に伴い源の頼朝の御家人になった。ある戦の時にのに咲いていた水色の卑怯の花を、兜の前立に刺して戦ったところ大勝利を得たことから、縁起のいい花として、 気境の図案を家紋として採用し、生は源氏を象徴するものとなった。また、気境の、さらに基地という頃に縁起を担いだという説もある。鎌倉時代には、時氏は書流を、身の国内に多く土着させて、家紋にちなんだ、気境一揆と呼ばれる強力な武士団を形成していた。そのため同じ気境門では、識別ができないので戦場では、家紋と違う衣装の門をつけることもあった。 より密流では、大田市、遠山市、池田市、明智市、日田市、妻木市、高田市、脇坂市、福島市、三沢市、菅沼市ら、諸市、吉江流では、松平市、花井市、榊原市、小紫市などがある。戦国時代、黒一色の家紋の中にあって、水色の家紋はかなり目立った。また、平ら市である、織田信長は、 ときし流の明智光秀の気郷の家門を羨ましがったと言われる。ときの水色義境の旗門は白地に水色で染め付けした気郷門と水色の地に染め抜きの気郷門がある。豊臣秀吉に仕えて後世に名を残す加藤清正は蛇の目門と気郷門を併用している。これは本来は蛇の目を家門としていた清正が秀吉から肥後半国を与えられた際。 それまでの数千国の治療から24万国への出世だったため、武具、調度品の支度に困窮した。そんな清正に秀吉は、先だって、秀吉の怒りを買って、失脚、逃亡した佐抜一国の領主、微刀地仙の武具、調度品一切を与えて、使用するように配慮した。この微刀地仙が使用していたのが、卑怯門であったため、加藤家家中には、 ジャノメモンと、貴キ門の混在が見られるようになり、清政自身も、両門を併用するようになった、と伝えられている。一方で、加藤清正が、美ノ国の出身であることからとも言われている。聖は源氏と騎士が主に用いた家門であり、明智光秀が用いたとされる、影義教のように、その所流の一族が、貴キ組合一角に、貴キは、 正方形の角と辺を交差させた、組合一角のうちに奇境を描く。大田道館ら、大田氏が用いた、大田議境は、丸のうちにやや細身の奇境を描く。時氏が用いたという、水色議境は、色細門で、現代でいう、水色ではなく、浅紫色を施す。生命議境は、安倍の生命版と、同図案であるが、安倍の生命版より太く描かれる。 ありがとうございます。